人飲みの準備できました。今日はね、りょうくんが一人飲みをやっててリコバージョンも撮ってみようっていうことで準備してみました。一人飲みには見つかわしくないパリピな感じのラインナップになってます。これ一人で撮るのさ、大丈夫かな。何はともあれ飲みますか。あ、そう、これね、りょうくんの時と同様、りょうくんが質問箱を作ってくれたんで、それを開封しながら、一個一個回答しながら、お酒を飲んでいきたいと思います。まず、一発目。どうしようかなね。私これ飲んでみたいんだよね。これ一回目、飲んでみます。これ冷えてなくてもいいのかな？冷やしてなかった。いただきます。乾杯。え、美味しい。え、美味しいねこれ。なんかさ、 YouTuber さんとかがよく飲んでてさ、ココナッツが美味しいって言ってたんで、一発目飲んでみたらめっちゃ美味しい。でも強いな、やっぱいいですね。幸先いいですね。じゃあまず今のは0杯目ってことで、1杯目ビールからいきます。一人飲みしないんだよな、あんまり。なんかさ、飲んでさ楽しくなっちゃうとさ、私陽気になるタイプなんで、飲みに行きたくなっちゃうんだよね、友達とかと。あ、全然ダメ。6対4。いただきます。うん、美味しい。今日はね、おつまみになんかスーパーで一番ねメインみたいな感じで置いてあったハニーバターチップみたいな、すんごい山のように積まれてた韓国風のやつらしいんで、これ食べてみたくて買ってみました。だからチャミスルも買っちゃった。ついでにチャミスルも飲んだことないんだよね。いい匂いする。これでね、あのキラーみたいな感じで食べていきます。ちょっと張り切って用意しすぎちゃったな。いただきます。うん、めっちゃ美味しいこれ。あ、これめっちゃ美味しい。質問箱開封していきたいと思います。紙をいっぱい入れて、ここに質問書いてくれてるみたいなんで、1個引きます。うーん、重なってる。これいきます。なんかいっぱいあるな。じゃん。会いたい YouTuber さんは、会いたい YouTuber さんいっぱいいますけど、会いたい YouTuber さんか、やっぱり、うーん、難しいけど、一番ファンだからカジサックさんですかね。カジサックファミリーが大好きで、嫁サックさんみたいになりたいなって思っていつも憧れてますね。癒される。お父さんとしてもめちゃめちゃかっこいいしさ、芸人さんとしてもめちゃめちゃかっこいいなって思うし、憧れですね。あの家族も子供たちも本当いい子なんだろうなっていう子たちばっかりで、ポンポン行くわ、いっぱいあるし。会いたい YouTuber さんはカジサックさんです。次、じゃんじゃん。アニメの世界に行けるならどの作品？私結構料理するときにアニメ見たりするんですよ。ドラマ見たり、アニメ見たり、映画見たりしながらキッチンに立つことが多いんで、結構いろんなアニメ見てるんですけど、行けるならってことはさ、鬼滅とか行っちゃったらさ、大変だもんね、きっと。だから、行って楽しいところ？あ、あれでしょ。ハガレン？錬金術やりたい。剥がれ、あ、待って、それか、あれでしょ、推しに会えるみたいなことでしょ。それだったら、僕のヒーローアカデミアの爆豪くんに会いに行きます。次。じゃん。過去に戻れるなら、なんかよくあるじゃないですか、こういうさ、過去に戻れたら何しますか、論争。私はもう、過去には戻らないっていう答えですね。私本当に人生ね、今が一番楽しいんですよ。過去に戻ってやりたいことが一個もない。戻らなきゃいけないんだとしたら、戻って暇つぶしすると思う。その時やってたことと同じことやるかもしれない。多分この時ああしとけばよかったなっていうことを戻ってやっても同じなんだろうなって思う。いや、それは過去もさ、専門学校の時がやっぱ一番楽しかったんですけど、戻ってみんなとワイワイさ、10代のねノリで楽しく過ごす学生生活もう一回やりたいなとかはわかるんだけど、大人になってその時の友達に会うのも楽しいし、過去に戻ってまでやりたいことっていうのないんで、こちらの答え、過去には戻りません。次、じゃん。将来の夢は、りょうくんをビッグな男にすることですかね。なんか私やっぱビビリだから、自分のやりたいことを突き進んでる時って不安が勝っちゃう時とかがあって、生き生きできなかったような気がしてるんですよ。
でもりょうくんが絶対この夢叶えるんだっていう意志をねめちゃめちゃ強く持っていろんなことに挑戦し続けている姿を一番自分がサポートして叶えた瞬間一緒にいたいなっていうのが結構リアルな夢かも。今りょうくんが欲しいもの手に入れられた時瞬間味わいたいなって思ってるんで、将来の夢は良き妻になること。次、じゃん。幸せを感じる時はどんな時？いっぱいあるな。いつも幸せだけどな。旅行の準備してる時とか。あーでも最近はね、ショート動画りょうくんと一緒に撮ってる時がめちゃくちゃ楽しいかもな。二人でやってることがさ、何かにつながる一歩であり、でも二人で一緒に何かをできる趣味であり。最近で言うとさ、ほとんど遊びに行ってもないしさ、やっぱショート動画一緒に和気あいあいと撮ってる時かな。ショート動画撮影してる時のさ、隠しカメラとかセットして撮ってたらさ、超陽気すぎて面白いと思う。二人で超ふざけてるからその時がやっぱね、最近は一番幸せだなって思うかも。ということで、りょうくんとショート動画を撮ってる時です。このペースでいったらなくなる？どう思う？早すぎ？今さらこれ撮るね。さ、せっかちなもんでさ、やらなきゃいけないことポンポンやっちゃうタイプなんだよな。これも飲んでみたいんだよね。梅酒みたいな。可愛くない？これ。あとこれね、私がいつも飲むやつ。家で缶飲む時とかは絶対レモンドーだわ。もともと氷結派だったけど、レモンドーって最近だもんね。出たレモンドーを一回飲んでから、いやこれやんって思ってそれになりました。でビールは黒ラベル派ね。でも白ワインもちょっとハマってたんだよな。レモンサワーが一番ですって言いながらビール飲んでるけど。あとこれおつまみ、これをねヨーグルトに入れて蜂蜜かけて食べるのがめっちゃ好き。なんかさ、さっきショート撮ってたからさ、ちょっとつまみ食いしたもんでお腹空きない。一人飲みでこれ YouTube 撮影してるとさ、みんなとおしゃべりしたくなっちゃう。なんか一人で飲んでるとさ、暇じゃない？じゃあまあそんなこんなでビールラストいただきます。次ね、これなんだっけ名前忘れた。レモンサワーに突入します。やっぱレモンサワーはさ、ずっと飲んでられるもん。ちょっと高いとこから入れて炭酸抜くんよ。ぴったり。うん、これよこれよっていうのさ、絶対りょうくんの口癖だったと思うわ。じゃあ質問開けます。じゃん。 YouTube 撮影で行ってみたい国。私海外行ったことないんだよね。旅行という旅行はあんまり、なんか修学旅行とかも高校の時行かなかったし、フランス行きたいかな。やっぱフランスだし食べてみたいななんて思うんで、爆買い。フランスのお菓子爆買いはフランス。次行くね。じゃん。どうやってレシピ考えてるの？パティシエでこう今までやってきたやつ、レシピを家庭用にアレンジしたり、あとこういう感じにしたいなみたいな、もちもちにしたいな、サクサクにしたいな、ふわふわにしたいなみたいな感じでやるでしょ、レシピって。なんていうの？フィーリング？フィーリングです。はい、次。じゃん。今一番欲しいものは冷蔵庫。はい、次。じゃん。これから挑戦したいこと、私一個言っていいですか？私さ、ピアスが大好きなんですよ。最近の一番のお気に入り持ってくるね。じゃん。可愛くない？これ。作家さんがさ、ピアスをさ、こう一個一個手作りしてるようなブランドのとことかさ、もうめっちゃ好きなんだよね。ピアスの作家さんとかにもめちゃめちゃ興味あるし、挑戦したいことで言うと、ピアスをさ、作ってる作家さんとかにさ、会って、ピアス紹介したい。ん？このピアスめっちゃ可愛い、この人のセンスめっちゃいいみたいな、めっちゃ好きみたいな感じのやつやりたい。ありがとうございました。じゃん。宝くじ当たったら何する？冷蔵庫買う。はい、次。え、待って、やばい、そんなふざけてたらさ、え、ねえやばい、ちょっと見えちゃった。ねえ待って、すごいこと起きたえ、待って、すごいこと起きちゃった。ちょっと今中身見えちゃったんだけど、最後の一枚だった。これあのね、ちょっとこれやばい。りょうくんと私ってさ、変な運命あるよねって感じ。いや、もともと運命はあるんですけど、あの英学校からさ、変な縁でずっとね繋がり続けてさ、ちょっと何言ってか分かんなくなったからさ、もう開けていい？最後の質問。じゃん。いつも見てくれてる視聴者さんにメッセージ。すごい。最後に引いたやつ、これすごいって思うじゃん。りょうくんの動画もそうだった気がすんだよね。ラストです。じゃん。やばいやばい。待って待って。これやらせじゃないですからね、マジで。これ最後に持ってくんのやば。なんか私もこれ確か書いてたの。私がね、りょうくんの質問箱は書いたんだけど、何分の1これ。めっちゃあったのに、これを最後に引くセンス。
本当に見てない、信じてほしい。本当に見ずに最後にこれになったの。これを最後に引いてほしいなっていう願いを込めて書いている。きっとりょうくんも、もう最後の質問になったのにさ、今楽しくなってきちゃった。私だいたい1杯ぐらいでもう楽しくなるんですよ。あの語り癖あるかも。友達とかと話してると、何々は本当に好きなんだよなみたいなのを飲みながら語ったりしちゃうわ。私やっぱ今自分の周りにいる人のこと大好きだから、うわ好きだわっていう話したくなっちゃうんだよね。今日動画なのに友達と飲みきたみたいなタメ口のテンションでごめんなさい、許してください。怒らないで。美味しいなこれ。りょうくんね、真面目なんよ。ちゃんとしてる。ちらの年ぐらいになってさ、YouTuber やりたいんだって本気で思ったりさ、好きなこと仕事にしたいんだとかさ、えいこにこんなことやってあげるために、おっきい夢つかみたいんだぜっていうのを本気で目指せる人って、大丈夫って言われがちなんだけど、まあ言われがちっていうか思われがちだと思うんだけど、りょうくんはね、真面目だし、努力家だから、ありそうって周りの人にも思わせるぐらい努力するんですよ。いい旦那だよね。何の話？じゃあレモンサワー飲み終わったら、これをさ、本当に心を込めて、だって私、一番言いたいことがこれなんだから。レモンサワー飲み終わったら、ちゃんと言う。私、自分でさ、カメラセットするの初めてなんですよ。料理作る以外のことは何もしたことなくて、もうカメラのセットとか、編集とか、投稿とか、全部そういうのりょうくんがやってくれてるからさ、この撮影さ、撮れてない説は、ある。これね。ドンキで買ったの。りょうくんがね、ウイスキー好きだから。これはりょうくんに取っとこう。てか、チャミスル飲みたかったんだよな。でも、チャミスルって開けたら全部飲まないけどね。チャミスルはさ、今度さ、りょうくんとサムギョプサルやろうっていう約束してるから、ね、私さ、めっちゃ噛むんだけどさ、だから、ろれつ回んなくなったりするの、普通に普段から。動画でそういうのないじゃん。りょうくんめっちゃカットしてくれんの。私がさ、噛んだり、ろれつ回らなくて言い直したやつ。ろれつ回らなくて言い直したやつ。めっちゃスムーズに喋れてるみたいになってるけど、本当に足噛むし、ろれつ回んなくなんだよね、普通に、普段から。あ、なんか飲み行きたいな。質問の追加作ってくれよって言ってくるね。待ってて、みんな。待っててくれよ、みんな。りょうくんに書いてもらってきたよ。まだ見てないからね。りょうくんの質問、いきます。何書いてくれたのかな。今突然りょうくんの編集部屋行って、りょうくんにもう一個質問書いてきてって言ったので、質問書いてもらいました。じゃん。会いたい YouTuber。 いやもう言ったし、一番最初に言ったし。あ、そう、今ねりょうくんに聞いてきた。これなんだっけ。クライナーだった。クライナー。これ言うね。皆様、いろんな視聴者さんに出会って、ほんと最初の方からずっと見てくれてる。だからもう1年間ずっと見続けてくれてさ、ほんと毎日コメントしてくれる方とかさ、励ましてくれる人とか、今から何できるよって言われるの覚悟で始めたことなのに、すごい視聴者の方があったかくてね、なんか本気で心配してくれる人とか、本気で応援してくれたり、元気もらったよとか、いつも動画癒されるんだって言ってくれたり、めちゃくちゃ嬉しくて、こんなにいい人がいっぱいいるんだっていう世界で生きられていることがもう幸せ。私はね、りょうくんをめちゃめちゃ応援してるんだけど、人生かけてりょうくんを応援してるんだけど、それはさ、でも私妻だから、自分の人生にも関わってくることだし、そりゃ親身になるじゃん。見てくれている方々がさ、盛り上げようとしてくれたりさ、いいね一つ押してくれることって、めちゃめちゃ優しいって思うのよね。すごい心が綺麗で優しい人たちだなって。やっぱエリダンって素敵な人たちがやっぱり見てくれてるので、変なコメントとかは私は目にすることはないんですけど、人って優しい、優しいって素敵だなって思いました。いつも見てくれている視聴者の皆様、本当にいつも温かい応援ありがとうございます。私はね、りょうくんの夢を叶えたいんですよね、どうしても。やっぱね、それは仕事しながらさ、撮影したり、それは眠い時もあるし、遊びに行きたいなっていう時もあるけど、それよりもね、何かを掴んだ時のりょうくんの顔が見たいんです。だからこれからもいっぱい頑張りますんで、楽しくりょうくんと YouTube 活動頑張っていきたいと思いますので、皆様どうか見ていただけると、見守っていただけると嬉しいです。いつもありがとうございます。それでは最後のレモンサワーいただきます。最後と見せかけて違う味なんじゃおっかな。本当に最後、こちらのクライナーを飲んで終わりたいと思います。いただきます。ごちそうさまでした。皆様いつも応援本当にありがとうございます。これからもエリダン応援しててよかったなって思ってもらえるように頑張りますので、どうぞ
よろしくお願いします。酔っ払ってきたらさ語っちゃうっていうやつなりましたね。聞かないで酔っ払いエリダンの妻の一人飲み編、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。それではまた次の動画もどうかよろしくお願いします。ありがとうございました。またねー。